父親キャラ。アニメや漫画を見ていると、ああかっこいい、自分もこんな父親になれたらなと思うようなかっこいいパパキャラをよく見かけます。そんな彼らは地球のピンチを救ってしまうものや、誰よりも厳しく教育に熱心なもの、家族のために毎日汗を流すものなど様々です。というわけで本日は、最もかっこいい父親は誰なのか、父親キャラの人気ランキングを見ていきたいと思います。なお本ランキングはランキングサイトにて集計された投票結果をもとに発表したいと思います。ソースは概要欄に貼ってますので、気になる方はそちらからご確認ください。それではスタート。同率第13位、ジョジョの奇妙な冒険パート1、ファントムブラッド、ジョースター卿、18票。第1部の主人公であるジョナサン・ジョースターの父親で、本名はジョージ・ジョースター。イギリス貴族であるジョースター家の当主で、海上貿易の仕事をしている。昔、事故に遭った際に命を救われたダリオ・ブランドの息子であるディオ・ブランドを引き取り育てるようになるが、最後は人間をやめようとしたディオの狂人から息子であるジョナサンを守り、命を引き取った。その死に顔は、これまでの生き方を後悔していない、にこやかなものだったらしい。かっこいい最後と、息子への愛が、ファンの心に刺さったのか見事にランクイン。同率13位、ボルト、渦巻きナルト、18票。前作のナルトの主人公であり、ボルトとひまわりの父親、元第7班であるカカシ班の一員で、現在は7代目ホカゲとして山積みな仕事に向き合い、多忙な日々を過ごしている。息子のボルトは小さい頃のナルトにそっくりで、ホカゲである父になかなか構ってもらえないことが原因なのか、落書きなどのいたずらを繰り返すようになる。しかしそんな息子に正面から向かい合い、共に成長する親子、子育てに苦労しながらも奮闘する姿が読者の共感を集めたのか見事にランクイン。同率第13位、新世紀エヴァンゲリオン、碇玄斗、18票。推定185センチ以上の大きな体とサングラスが特徴。そのいかつい見た目通り、性格は冷酷非道そのものであり、目的のためならいかなる手段も厭わない。息子のシンジすら目的達成のための駒として見ている節がある。しかし劇場版にてシンジに向き合うことができなかったという本音を打ち明けており、本当にただ非道なのではなく、父親として不器用なだけだと捉えられなくもない。個人的にこの人がランクインしていることは意外だった。同率第11位、サザエさん、フグタマスオ、19票。国民的アニメであるサザエさんの主人公であるフグタサザエの夫でタラオの父、カツオワカメからは義理の兄、波平船からは娘婿にあたる人物。オールバックの髪型にメガネが特徴。基本的には誰にでも優しくお人よしな性格。カツオやワカメにも慕われており、家族を和ませるクッション材的な存在である。こんな父親になれれば明るい家庭を築けそうと思った視聴者も多かったのか見事にランクイン。同率第11位、ナルト、波風湊斗、19票。この葉隠れの4代目ホカゲでナルトの父親、15年前に暴走したキュービを封印した英雄と呼ばれている人物で、爽やかな風貌の2枚目キャラクター。キュービ封印時に命を落としてしまうも、その後精神体や江戸転生などで再登場し、ナルトたちを救う活躍を見せている。その強さと生き様にマジでかっこよすぎるとの称賛の声が集まり、見事にランクイン。第10位、巨人の星、星一徹、21票。主人公である星ヒューマの父親で、高度経済成長期を日雇い労働者として支えながら、同時に息子を一流投手に育て上げた人物。自分の果たせなかったプロ野球という夢を息子に託すために、他者からは鬼とさえ称されるほど厳しい仕打ちを与えてきた。個人的には正直、一徹が自分の父親だったらやってられなかったと思うが、昭和を代表する最も有名な父親像の一つであり、見事にランクイン。第9位、名探偵コナン、毛利小五郎、22票。私立探偵で毛利探偵事務所の経営者、毛利蘭の父であり、彼女と居候の江戸川コナンの保護者として3人で暮らしている。眠りの小五郎の異名で広く知られる名探偵であるが、ほとんどコナンによる替え玉推理として使われており、作中ではギャグキャラとしての役割が多い。その一方、危機に陥った子供たちが助けられる状況であれば迷わず自分の身を犠牲にしてでも行動するなど、やるときはやる男であり、見事にランクイン。第8位、天才バカボン、バカボンのパパ、28票。人類史上最大の天才とも呼べるほどの頭脳の持ち主であったが、交通事故がきっかけで天才から一変おバカキャラになってしまう。もともと主人公であった息子バカボンを押しのけ、実質的な主人公へ出世するほど作中で大暴れしているバカボンパパだが、家族思いな一面を見せるなど、優しさや至極真っ当な一面も持ち合わせており、そんな姿がかっこよく映ったのか見事にランクイン。第7位、サザエさん、磯野波平、34票。磯野家の大黒柱でサザエ、カツオ、ワカメの父親で、ハゲ頭のてっぺんに残る一本毛が特徴的。
個人的には昭和の頑固親父というイメージがものすごく強い。普段は厳しいが孫のタラちゃんには甘く、カツオたちに対しても褒めるときはしっかり褒めるいい父親である。カツオくんは父さんがいた方がいいと聞いたところ、カツオは当たり前さと答えたという感動会もあったことから、息子たちからも愛されていることがわかる。第6位、隣のトトロ。父さん39票。主人公であるサツキの父親で大学の非常勤と翻訳の仕事をしている人物。年齢は32歳で、作中で娘のサツキの年齢が12歳だったことから、20歳の時に学生結婚して子供を授かり、学生を続けながら学問研究と家庭を両立させたことがわかる。さらには東京郊外に家を持っており、しっかりと稼いでいる。仕事、育児、研究という全てを両立させている稀に見ぬ超ハイスペックパパであり、見事にランクイン。第5位、ゲゲゲの鬼太郎。目玉親父45票。主人公鬼太郎の父親、かつて地上を支配していた幽霊族の生き残りで、目玉に体がついたユーモラスな外見。身長 9.9cm、 体重は 33g、 年齢は500歳以上。非常に博識で知識面で鬼太郎たちをサポートしている。もともとは2メートルを超える大柄だったが、不治の病である溶ける病を患い、ミイラのような風貌をしていた。病に倒れるも鬼太郎の身を案じて、自らの遺体の左目の眼球に魂を宿らせて生き返り、今の姿に至ったらしい。第4位、ドラゴンボールベジータ46票。もともとは地球侵略にやってきたサイヤ人だが、悟空たちに敗れた後フリーザ編にて共闘したことをきっかけに仲間になる。その後ブルマと結婚し、2人の子供であるトランクスが誕生。子供ができても今まで通り不愛想な態度は変わらなかったベジータだが、魔人ブー編で死を覚悟した後、トランクスを抱きしめ、ママを大切にしろよと告げる。そこで見せたギャップが視聴者を魅了したのか、見事にランクイン。第3位、クレヨンしんちゃん野原ひろし48票。野原家の大黒柱で主人公であるしんのすけの父親、何かあれば速攻げんこつを食らわせる、ミサイとは対照的に子供を褒めて伸ばすスタイルの教育方針で、いたずらにも寛容な態度をとっている。しかし叱る時はちゃんと叱ることもでき、家族がピンチの時にはいいところをしっかりと見せる理想的な父親である。家族のために汗水流して働くかっこいい父ちゃんを体現しているキャラクターであり、見事にランクイン。第2位、名探偵コナン工藤優作65票。主人公である工藤新一の父親で、世界に名を轟かせる推理小説家である。その推理力はなんとあのコナン以上。優作自身も数多くの事件を解決しているチートキャラクターである。冷静沈着で普段から鋭い観察眼を見せる一方で、大変無邪気で子供っぽい、いくつになっても子供心を忘れない素晴らしい父親。作中ではコナンに推理バトルを仕掛けては楽しんでいる描写も見られた。チャーミングかつ最強の天才パパであり、見事にランクイン。第1位、ドラゴンボール孫悟空69票。見事第1位に輝いたのはジャンプ屈指の人気キャラクターである孫悟空。もし悟空が父親だったら、それだけで学内カースト上位に君臨できるであろうと思われる。純粋に強さを追い求める戦闘オタクであるため、家事や育児は父に任せっきりで修行に明け暮れている。そのため父にどやされることも日常茶飯事。もう少しベジータを見習って父親として家族サービスを頑張ってほしいところではあるが、宇宙最強の自慢できる父親であり、多くの票を集めて見事にランクイン。いかがでしたでしょうか。ランキングには登場しませんでしたが、めちゃめちゃ家族思いなパパで有名な鋼の錬金術師のマースヒューズ、地上最強の生物と呼ばれているグラップラーバギのハンマユージロー、キルアの父親であるハンターハンターのシルバゾルディックあたりも最高にかっこいい父親だと思いました。このように〇〇パパは最高という父親キャラがいましたら、ぜひコメント欄で教えてください。それじゃあまたね、バイバイ。